はい、皆さんこんにちは、たくやでございます。いかがお過ごしでしょうか。今回の、ね、動画なんですけれども、やってまいりましたニューヨークお散歩企画でございます。でね、今日私どこに来ているかと言いますと、はい、1685年にできたシティアイランドっていうですね、ところに来てるわけでございますね。でね、このね、まあ、シティアイランドなんですけども、ブロンクスからねちょっと離れたところにですね、まあね、橋で渡ってくる島なんですけども、ここなんといってもですね、はい、ニューヨークの街並みとはね全く違うですね、もうそれこそね、なんて言いましょうかね、こう海の街みたいなね、そういったところなんですね。でね、今日のお散歩企画はですね、このシティアイランドをですね、まあね、いろんなところを見て回ろうという企画でお届けしていきたいと思います。それではですね、まあね、早速なんですけれども、ちょっとこの周り、どんなところかっていうのをですね、軽くご覧いただきたいと思います。それではちょっとご覧ください。いかがでしたでしょうか。まあ、少しね、まあ、この辺りご覧いただいたんですけども、もうねすぐそこにですね、まあ、海があったりですとか、あとはねヨットがねうわーっていっぱい並んでたりですとか、あとねこの辺りっていうのはですね、本当にねこれね、シーフードレストランがですね多くあるところなんですね。でね、今ねちょうどねご覧いただきました大きい通りなんですが、これがですねシティアイランドアベニューっていうところになります。はい。でね、まあ、今日のお散歩企画はですね、このねシティアイランドアベニューを中心にちょっとね、まあ、右側行ってみたり左側行ってみたりだとかね、まあねちょっといろいろね歩きながらですね、この南のね、もうこの島のね最南端まで行ってみたいと思います。それでは行きましょう。
はい、いかがでしたでしょうか。シティアイランドアベニューのね、こう賑やかなところをですね、まあ、ね結構ご覧いただいたわけなんですけども、それにしてもね本当にねこうねシーフードレストランがねやっぱめっちゃ多いんですねこの辺ね。はい。いややっぱねさすが海の街っていうね、そういった感じでございますね。でね、あとやっぱり多いのがこうね釣り具屋さんだったりだとか、あとはですねマリンスポーツの、はい、こうお店があったりとかねやっぱしたわけなんですよね。いやなかなかねこうね賑やかなところでございます。はい。いやでね、僕もねちょっとね今回ね、まあねこのシティアイランド来るのは初めてなんですけども、結構ねこうね周りいろいろ見ながら、うわこんなお店もあるんだみたいな感じで、すごいねなんかねこうねワクワクしてしまいましたね。はい。でね、今ねちょうどね住宅街の方に入ってきたんですけれども、このねシティアイランド、東側にはですねハートアイランドっていうですね、まあこのねまあね例のバイキン騒ぎでね一躍有名になった、はい、まあ、いわゆるですね、まあ、墓地がある、はい、島があるんですよ。で、まあ、そこもね今回ねちょっとね、まあ、この島から見えますんで、まあ、少し見ていきたいなっていうふうに思います。でね、このね今ねちょっとね一本外れたんですけども、確かこの辺りにですね、はい、博物館があるんですよね、ミュージアムがあるんですよ。はい、なのでねちょっとねその様子もねちょっと見に行ってみたいなっていうふうに思いますので、まずですねそのミュージアムまでの道のり、このね、まあ、住宅街どんな感じかっていうのをですね、まあ、ねぜひお楽しみいただければと思います。それでは行きましょう。いやなんかね今ね変なとこ行っちゃいましたね。今ねちょっとねこれねシティアイランドアベニューのところに戻ってるんですけども、ハートアイランドが見えるかなと思ってですね、このいわゆるね、まあ、海沿いの方まで行ってみたんですよ。そしたらさなんかねデパートメントオブコレクションで、しかもですねリストリクテッドエリアとかって書いてあって、あのね、まあ、デパートメントオブコレクションっていうのはですね以前お話ししました、はい、まあ、いわゆるですねこれね刑務所をね管轄してるところなんですよね。でね、まあねリストリクテッドエリアっていうのはもうねこうねいわゆるこう何ていうのこう制限区域みたいな感じで、ここに入ったりしたやつはですね逮捕するぞみたいな感じのことが書いてありました。はい。やばい近づいちゃったよお礼みたいな感じで、しかもですね動画で撮っちゃったみたいな感じなんですけども、はい、私はですね多分ねその後ですね、きっとねいつかは逮捕されるのかもしれません。はい。んなことあるかいみたいな感じなんですけど、はい。はい。でね、今ね、まあ、シティアイランドアベニューのところまで戻ってきたんですけども、今ねちょうどね、まあ、この辺りっていうのは島のね半分ぐらいのところまで来ました。なので、まあ、やっぱりねちょっとねハートアイランドの様子とかね、やっぱりね私もちょっと見ていきたいと思いますので、まあね、ちょっとね、まあ、ね近づけるところまでね、まあ、ねちょっと近づいていこうかなというふうに思っております。はい。ではねもう少しねちょっと歩いてみましょうかね。いやそれにしてもですね、はい、このねシティアイランドアベニューと本当にねこの住宅街っていうのはもうね全然雰囲気が変わりますね。もうね本当にねこうね、まあ、道路一本ですよ。もうそれだけね東に行っただけでものすごい閑静な住宅街、そしてこの辺りはですね、はい、シティアイランドアベニューはいろんなお店が並んでるんですね、超賑やかなエリアみたいなね、そういった感じでございますね。はい、これねマンハッタンでいうところの、まあ、アベニューとストリートみたいなね、そんな感じでございましょうかね。はい、ではね、まあ、もう少しねちょっと歩いてですね、まあねちょっとハートアイランド、実際にですねちょっと見に行ってみたいと思います。はい、じゃあ行きましょう。
はい、いかがでしたでしょうか。ハートアイランドでございます。でね、このハートアイランドなんですけれども、はい、今はですね公共の墓地として使われております。でね、昔はですね、まあね、デパートメントオブコレクションが、まあ、管轄しているということもあって、昔は刑務所だったんですよね。でね、まあね、このね、まあ、ハートアイランドなんですけれども、はい、皆さんもねニュースで見たことがあると思います。2020年ですね、はい、このニューヨークがですね、まあ、本当にねコロナでね、まあね、ブワーってねもう大打撃を受けて、たくさんの方が亡くなりました。でね、そのねたくさんの方が亡くなって、やっぱりですね中にはですね、こう遺体の引き取り手がねいない人もねやっぱりたくさんいたんですよね。で、そういった方の、まあ、ご遺体をですね、まあ、あのハートアイランドに運んで、でそこで埋葬するっていうですね、そこがね、まあ、大きくですね、まあ、ねニュースで取り上げられたわけでございます。でね、やっぱりですねこのね、まあ、バイキン騒ぎ、本当にね、まあ、いろんな噂があります。でね、中にはですね、そのね本当にですねこのハートアイランドで、まあ、そういったことが行われているのかっていうんですね、これ疑問に思った人がやっぱりいたんですね。でね、その人は一体何をやったかと言いますと、はい、ドローンを飛ばしてですねハートアイランドの上空からその様子をね撮影しようとしたんですよ。そしたらですね、やっぱりですね、はい、今ねこのねニューヨークっていうのはドローンの規制がものすごく激しくって、でね、まあ、そのね、まあ、ドローンを飛ばした人、ものの見事に逮捕されました。はい、まあね、ちょっとまあ疑問に思うのはまあしょうがないとしても、やっぱりですね、そういったことをやってはいけないっていうですね、ことでございます。はい、というわけでね、はい、今ですね、はい、シティアイランドアベニューまでずっと戻ってきてね、南の方に向かって歩いているんですけども、はい、もうこの動画ね多分ねかなり長くなってると思います。はい、私の顔今真っ暗かな。はいはい、でね、まあね、このねシティアイランドのですね最南端にですね、はい、海に囲まれた公園がありますので、そこまでねもうねノンストップで歩いていきたいと思います。それではですね、はい、その公園までね、はい、この風景を、お楽しみいただければと思います。それでは行きましょう。はい、というわけでね、いよいよですねこのねシティアイランドの最南端ベルデンポイントまでやってまいりました。いやー本当にねこうなかなかね、まあ、ねいい光景が広がっておりまして、でね、まあ、ねこの辺りなんですけども、
すごいね、こうね、潮の香りがするんですよ。もう本当にね、やっぱりね、この海のね、ど真ん中にあるっていう感じでございます。はい、というわけでね、皆様お待たせいたしました。このベルデンポイントから見える風景をですね、ぜひお楽しみいただければと思います。それではご覧ください。はい、いかがでしたでしょうか。このベルデンポイントからの、ね、風景をお楽しみいただきました。はい、というわけでね、まあ、今回の動画なんですけれども、シティアイランドを、ね、思いっきりお散歩してみようというですね、ニューヨークお散歩企画をお届けいたしました。いかがでしたでしょうか。もしね、楽しかったらぜひ高評価、またね、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。それではまた。